はい、大丈夫です。イエスさん、じゃあ用意スタート。はい、エンハンスアニメウォッチングウィズプログラミングっていうのを発表したいと思います。神戸13に来ています。京都から来ましたハテナのエンジニアで、ブックマークをのチームで今働いてて、パールとか JavaScript とか Objective-C とか Java とかいろいろ書いてるって感じです。であんまり Twitter とかでも活動してるんですけども、あまりご存じない方もいらっしゃるかもしれないんですけど、よくチョヨンボさんに RT されていて、はい、でこの RT 僕すごいなんかチョさんによる僕のなんかイメージ戦略みたいな感じですごい熱望されてるんですけど、僕は全くいい人なので気にしないでください、はい、で僕は Twitter では普段何をしているかというと、そんなこと言ってなくて、アニメの実況とかを淡々とするっていう感じです、はい、今日の本題っていうのがこのアニメの実況の話で、はい、アニメの視聴をプログラミングで支援したいっていう話をしていきたいと思います。皆さん日々こういうことを考えられてると思います。今日今から何がアニメやるんだっけとか、このキャラの声優さん誰だっけとか、あともとも新番組いつからだっけとか、ツイッターで何を実況すればいいんだとか悩んでますよね。でそこで、これにすごい、サイトがあって、僕が作ったんじゃなくて、ID ガイさんという方が作っているしょぼいカレンダーというサイトがあるんですけども、ご存知の方もいるかもしれないんですが、アニメ専用のこういう、番組表のサイトで、ほとんど人力によって管理されていて、いや、本当すごいんですよ。で、しかも迅速で対応も早いので、もう完璧なアニメの、なんか番組表サイトなんですね。しかもかなり豊富な API があって、もう何でもできるって感じです。例えば今から何のアニメやるのっけっていうのに、僕はアニメ関西っていう放送時間スーツボットを書いてるんですけども、ほとんど API が書いてくれるので、これぐらい書くだけでクロンで回すことができるみたいな感じですね。でこういうこのキャラの声優さん誰だっけとか、新番組っつったからだっけなみたいな疑問があると思うんですけど、この API を使えば解決できて、例えば検索 API を使って ID を取得した後にタイトル API からタイトル情報を取得して内容をあれこれパスすると使えて、これすごい便利って感じですね。ただ、今ちょっと疑問に思われた方もいると思うんですが、すごいリクエストに返したり、パースを何回もしたりとか、しかも検索 API っていうのはドキュメントがなくて、パンで使ってるみたいな感じなので、意外と面倒で難しい感じです。そこで、僕は Web サービスしょぼいカレンダーっていうモジュールを作って、はい、すごい便利です。先ほどの、こういうなんか難しい、あ、違うな、すみません。こういう難しい処理が、なんと、この分かりやすいインターフェースで、マドカマイカで検索して、一番目のタイトルオブジェクト取ってきて、ボイスアクターズっていうメソッドを置くと、声優が全部返ってくるっていう、すごく便利なモジュールになっております。はい。というわけで、この疑問に、お答えする、しょぼいレプルっていうスクリプトを考え、レプルを考えました。はい。皆さん、アニメ見てるときは、大体、ターミナルを、開きながら見てると思うんですけれども、そういう方のために用意したツールでございまして、例えば、まずここに、タレントっていうのを打ちますと、現在放送中の、タイムテーブルって呼ぶと、今から放送でするアニメ型。で、検索とかもできまして、こういうふうにすると、出てくるって感じですね。でしかもタイトルで2077ってマドカマイカのやつを指定すると、覚えてるあ、しまった、落ちちゃったタイトルがタイルトになっちゃった。頑張れ、はい、時間があまり。タイトル2077のタイトルとかやると、タイトル情報ができて、キャストとかやるとキャスト情報です。サブタイトルです。あ、また落ちちゃった。サブタイトルとかも出るんですけど、いいや。はい、こういう感じのすごい便利なものがあります。はい。はい、すごく便利でした。はい。お、あと1分ですね。はい。であとは、ツイッターで実況をするべき作品を教えてくれっていう問いもあったと思うんですけども、最速法でアニメを実況するっていうのはすごく大事です。成功体験がありまして、マドカマイカの時は関西が最速だったので、すごい僕らはテンションになっていまして、最終回の時なんかはこういう最後に、最速放送を算出するっていうのを書きました。はい、そこで今期最速アニメっていうのが発表されます。お、関西最速がこの4つです。やったー、ということで関西の方はこれを見ましょう。はい、ちなみに関東の最速アニメはこんだけあります。というわけで、ウェブサービスしょぼいカレンダーは絶賛開発中でございます。プレパンっていうサイトがあって、そこで公開されてますので、詳しくは明日のアンチコップさんの発表をお聞きください。以上になります。終わりです。